世界の始まりに遡る。誰も知らない原初の世界、それがある争いが元で三つの世界に分かたれた。光と闇、そして混沌。その混沌の世界として誕生したのがこの人間界。やがて三つの世界にそれぞれの統治者が誕生した。もちろんこの人間界、その神の兵士。長きにわたって静かに下界を見守っていた。彼の観測が事象を確定し、観測あるがゆえに世界はその存在を認める。つまり観測者たる彼の目は世界を創造する神の力そのものだ。だが彼は自我を持たない未熟な人間たちを、自らが持つ世界を司る力を二つに、それぞれを人間たちに委ねることにした。光の右手、闇の左。兵士の神なら二者に分かれて持つこと、人間たちに選択の概念が生まれた。世界を確定する二つの、人間たちは自らの道を選び、自我に目覚めていった。かくして我々人類は考える葦といって、偉大な繁栄の大きな一歩を踏み出したのさ。神の目を受け継ぐ創造主として。まさかね、生き残りがいたなんて聞いてないわ。おしゃべりはお嫌い？私が会った賢者はおしゃべり好きな男だったけど。お前を逃がしはしない。共に果てることが私の使命なのだ。お前は約束を果たしてくれた。ありがとう。そしてさらばだ、我が娘よ。だがその賢者の司る光の右目がこの世から永遠に失われた。最後の賢者の命とともに。
地でアイテム異常に使用、大型の地震、これを受けて政府は調査チームを編成し、原因の究明に本格的に乗り出しました。不安の声が高まる中、一刻も早い解決が望まれます。 CM の後、各地の被害の様子を詳しくお伝えします。なんなんだよ。次は靴を買いたいの。行きましょう、エンツ。俺の買い物に勝手についてきたやつが、なんでいつの間にか俺に荷物持ちをさせてんだ。いい加減にしろよ、ベヨネッタ。だいたい何足靴買ってんだ。お前はタコかっつんだよ。まったく、わちょ。あら、そんな口聞いていいの？この間の仕事、ただで引き受けてあげたわよね。早く片付けてくれないと吊るされるって泣きついてきたのは誰かしら。面倒なやつに貸しを作っちまったぜ。仮にも司祭として神に仕えてるやつが、裏じゃ天使様を片っ端から地獄へ送り込む魔女だってんだからな。ったく、冗談じゃねえよ。おいおい、歩くの早えって。おい、聞こえてんのかよ。うわ、危ねえよ。魔女ってな、死んだらてめえも地獄に引きずり込まれて一生苦しみ抜くって話やねえかよ。そんな奴がゴロツキどもの仏の始末はしてるか。傑作だねえ、まったく。おい、どこ見てんだ、ボケ。あ、すいませんね。罪滅ぼしのために惨めに死んだ人間を弔うなんて柄じゃねえだろ。終わったわよ。さあ、帰りましょう。ちょっと待てよ。今日は俺が買い物に来たんだって言ってんだろうが。おめえのせいで俺はまだ何も買ってねえんだからよ。へえ、何を買うの？さあね、おめえに余計なことを教えたらろくなことになんねえ。車でも呼んでとっとと帰ってくれ。うわあ、あら、ジェンヌ、最近見なかったけど、どこに行ってたのよ。ちょっと調べたいことがあってな。セレッサ、最近妙な感じがしないか。妙といえば妙ね。しがない情報屋が、私生活じゃ綺麗な奥さんや可愛い子供たちと幸せに暮らしてるなんて。うるせえ、余計なお世話だ。何がセレッサだ。おめえがセレッサなんて柄かよ。なくした記憶を取り戻してみたら、そんな可愛らしい名前だったなんてお笑いだぜ。まったく、何しに来やがったんだよ。お呼びじゃないんだよ。気づいているとは思うが、天界の奴らが不気味なほど静かだ。それに、それに下の連中もな。続いて明るいニュースを。本日いよいよ年に一度のクリスマスのデイパレードが開催されます。都市部では交通規制が行われ、パレードを楽しもうという人々ですでに溢れかえっています。空軍のアクロバット部隊プラチナスターズによる交通規制が行われる予定で、過去最高の人出が予想されます。ジェット機、おっといけねえ。早いとこガキたちへのプレゼントを買わねえとな。詳しいことは後だ。先に帰るぞ。クリスマスパーティーの準備もお願いね。やつだな、こいつは。ジェット機だよ、ジェット機。ほら、羽があって空を飛ぶやつだよ、ビューンって。飛ぶって言っても天使じゃねえぞ。あんな演技でもねえもんな、見たくもねえ。そんなじゃなくてよ、
ほら、ガキが喜ぶようなでかくてかっこいいやつだよ。ほれ、ちょうど今空を飛んでるじゃねえか。あれだよ、あれ。わかったか？この店で一番でかいやつを頼むぜ。綺麗な箱に入れてな。クリスマスプレゼントだ。リボンも結んでよ。おおお、おやじ、リボンはいい。箱だけでいいから早くしてくれ。リボンはいらねえって。ついてないわ、一番のお気に入りの服も。チープなおもちゃは嫌なの。やっぱりあの女に関わるとろくなことはねえ。ちっ、なんでエンジンがかからねえんだよ。あいつにプレゼントを渡してやるとするか。お前はロダン。まさか冗談だろ。よう、エンツじゃねえか。伏せてな、店のツケを払う前に死なれちゃう。困る。勘弁してくれよ。おお、やった。どうかしら。
ーティーの準備はもう済んだの？キャビオを忘れてな。戻ったらこのざまだ。それじゃ店が閉まる前に済ませましょう。敵を討ちたくはありませんか。私は君の敵を知っています。君の最愛の人の命を奪ったあの者。何？魔女の魂は例外なく魔界に引きずり込まれる。そして正気となって魔界をさまよい、永遠に苦痛を味わいつつ、それが闇の住人と契約した者の掟だ。何の講義？この店に魔界大学なんて看板出てたかしら。らしくないぜ。お前ほどの術者が召喚術をしきじることはまずない。何か裏があるはずだ。例えばこの世界を司る力に異変が起きたか。綺麗な死に顔だぜ。生きてる時はおっかねえやつだったが、こうなっちまうとやっぱりおっかねえな。まだ死んでないわ。魔女の死、それは魂が魔界の正気に溶け込んで完全に消滅した時だ。魔界へ引きずり込まれた魂を救う方法はない。魔界への入り口、ゲイツオブヘル。止めるつもりはない。
が、行ったところで無駄かもしれないぜ。さて、これで少しは肉体の崩壊を食い止められるはずだ。外すぜ。アンブラの魔女の心臓。お前たち魔女が生きるために必要な魔導器だ。外せば肉体の崩壊は免れない。そしてこいつがなければ魂を取り戻すこともできない。結界の効果は24時間ってとこだな。エンツォ、プライベートジェットを用意してちょうだい。はあ？俺耳がおかしくなっちまったか？いや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 、そうじゃねえよ。おめえ何言ってるか分かってんのか？今日が何の日か知ってるか？ガキたちが俺のためにクッキーを焼いて待っててくれてるんだぜ。それにこのプレゼントも。プレゼントの配達よろしくね、サンタさん。さあ行きましょう。冗談じゃねえよ。なんか変なんだよな。お前に関わるとろくなことがねえんで。おい、離せ離せ、離してくれ。もう頼む、お願い。霊峰フィンブルベトル。魔界にも天界にも通じるって言い伝えのある鉱山だ。魔界への入り口、その名もゲイツ・オブ・ヘルは、その山のどこかにある。正確な位置は誰も知らねえ。本当にあるのかどうかさえ定かじゃねえ。大体あの山が神様みてえに崇められてるのは、近づこうとする人間をことごとく拒むからだ。登ったやつが遭難するのは当たり前。飛行機で近づいて墜落したやつも数知れねえ。まあ天国か地獄かどっちかに行けるのは間違いねえってことだ。俺は麓の町ノアトゥーンで待っててやるから、とっとと用事を済ませて戻ってこいよ。町での宿泊費はお前持ちだからな。待ってる間に俺が豪遊してても文句言うんじゃないぜ。いいご身分ね。人に操縦させて自分だけドリンクのサービス付きなんて。バカ野郎、飛行機借りるのだってタダじゃねえんだぞ。代金はお前がスパイクのやつに払っておけよ。おおおおい、何してんの。見えてきたぞ。あれが霊峰フィンブルベトルだ。噂を知らなきゃ綺麗な山だが、なんだか死にたいやつを呼び込んでるような不気味さがあるぜ。なんだ、急に曇ってきやがったぞ。途中下車させてもらうわ。奥さんと子供たちによろしくね。なんだと？おい待て！避けるなよ！俺は操縦なんかできねえんだよ！ああ！もうどうしたらいいんだこれ！ジャンヌ、すぐにお迎えに行くから、いい子で待ってるのよ。
言うんだよ。この調子じゃいつになったらフィンビルベトルに着くんだか。ま、退屈はしそうにないけどな。あれ、俺の姿が見えるの？楽しませてもらった？小さな魔術師さん。へえ、それじゃあショーのクライマックスを飾ってもらおうか。この野郎！チップが欲しかったらもう少し腕を磨かないとね、坊や。お前、何者だ？不思議の国に迷い込んで、トランプの兵隊にいじめられそうなかよい女の子。ふざけるな！お前どうして俺の姿が見えるんだ？坊やと同じ場所にいるからよ。プルガトリオ、プルガトリオ。それより坊や、さっきフィンブルベトルがどうとか言ってたわね。お前には関係ねえ。いいか、俺の邪魔はするな。今度はこいつで消してやるからな。まあ怖い。そのジョーカーみたいになっちゃうの？やべえ、騒ぎすぎて見つかったか。生意気な坊やならあっちへ行ったわよ。そう、ノアンカランザン、カルマキュレース、フォチン、ラオクサクス、オアンコサン、アクドワシマン。待たせてるの。悪いけどちょっと通してもらうわよ。
この化け物！ずいぶん恨みを買ってるのね。どんな老いたをしたの？ママにも言えないようなこと？さあね、記憶にねえな。それよりさっさとこいつを始末しろよ。お前が散らかしたゴミだろ。それが人にお願いをする態度？怖い天使にお仕置きされるわけね。うるせえ。仕方ねえ、取引だ。俺を助けてくれたらフィンブルベトルまで道案内してやってもいいぜ。お前が一緒なら俺も山へ行くのに都合が良さそうだ。いい坊や、取引っていうのは自分が優位に立った時にするものよ。取引できるのは私、切り札は私の手にあるのよ。ああ、無駄だぜ。そのカードは俺の力で。何者で何をしにあの山へ行くのかはこの際どうでもいいわ。お守りくらいならしてあげるからさっさと案内してちょうだい、坊や。待てよ。案内する前にお前に一つ条件がある。俺は言ったでしょ、取引は優位に立ってからするものだって。まずお前はやめなさい。レディに対して失礼よ、坊や。だったら坊やもやめな。いいか、俺にはロキって名前があるんだ。自分も名前くらい名乗ったらどうなんだよ。おい、名前聞いて。そうね、ベヨネッタとセレッサどちらがお好み？セレッサ？セレッサって柄かよ。決まりね。さあ行くわよ、坊や。おい、俺の名前は？あんたが男になったら呼んであげるわ。ついてきな。冗談じゃねえ。お前みたいなごついのとデートなんて寒気がするぜ。下ろせよ。坊や、采配のものって何のこと？忘れちまったね。いって。まあいいわ。それより坊や、あんまり私の足を引っ張るようなら契約解消よ。あいつらとことを構えるなら自分の身くらい自分で守りなさい。なんだと？舐めるなよ。カード遊びならもう飽きたわ、坊や。こんなことまでできるね。まあこれなら足を引っ張ることもないわ、坊や。
しばらくここでおとなしくしてなさい。いかがでしょう、君の仇に間違いありませんね。あの顔、忘れるものか。こいつは運命の赤い糸のお導きかな。フルールド・ラレーヌ、その香りはネリネ。またの名はダイヤモンド・リリーだ。ネリネは海の女神の名前に由来する。この町にぴったりだ。ルーカ、猫扱いするんじゃねえ。俺の名は、そう、ルーカだ。久しぶりだな、ベヨネッタ。相変わらずね。どこで見つけたのか、変なメガネまでかけて。こいつか。日本で見つけたうまい酒を手土産にロダンに頼んで。ちょっとな、それより勘違いするなよ。お前を追いかけてきたわけじゃねえ、今回はな。お前についても謎はたくさんあるが、まあ女ってのはどいつも謎だらけさ。ともかくお前がここにいるってことは、どうやらこの町は当たりだったようだな。何の話かしら。おいおい、とぼけるなよ。500年前に絶大な力を振るったルーメンの賢者とアンブラの魔女、それぞれ光と闇を司る世界の目で世界を観測し、創造主として訓練していた一族だ。だが俺は突き止めたのさ。その世界の目が人間に与えられる前は、本当の創造主が持っていたものだと。混沌の神と呼ばれたこの人間世界の神様だな。混沌の神。俺の調べではここノアトゥーンがその神様の住んでいた町だって話だ。だから三位一体世界のそれぞれをつなぐ扉がここにあるわけだ。天界への扉、ヘブンズドアと魔界への扉、ゲイツオブヘルだな。聞いたぜ、お前ジャンヌ。なんだ。お前羨ましい。いや、恐ろしいところに嫌がるな。ペットを連れて旅行か。この町でお友達になっちゃってね。小さな道案内人ってところか。それじゃ俺はこれで失礼するぜ。もう少し調べたいことがあるんだな。首を突っ込みすぎて痛い目に遭わなきゃいいけど。俺はこれが効くからな。俺のことより自分を心配しな。あったThank you.
どうしたの？その力をどこで習ったの？魔女の力でも賢者の力でもないよね。敵かもしれない奴に手の内を明かせるかよ。ただどうやら俺の力はその場所に刻まれた時の記憶を呼び起こせるようだぜ。どうやら？あ、いや、それ以上は言えねえな。時の記憶。何を見てるんだ？さあ、行くわよ。パーティーに遅れてしまうわ。君さえ消え去れば。あんなところをただ目指していったって日が暮れちまう。あれを見な。水の大聖堂、かつて山を祀る神事が行われていた。あそこにフィンブルベトルの中腹へ行くための天空橋を架ける装置がある。その橋を架ければ距離は格段に縮まる。詳しいのね。あの山に地獄への入り口があるって聞いたけど、坊や何か知ってる？地獄への入り口？あんたよっぽど悪いことしたんだな。あんたが天国と地獄どちらへ行けるか、あの山へ行けばわかるさ。来る者を拒む山だ。生きて帰れる奴はいねえ。坊やはどっちに行くのかしらね。俺は怖いの？坊や、無理しなくてもいいのよ。うるせえ。俺はあの山に。坊や、乗るな。
その子、私の道案内人なの。連れて行かれると困るわ。悪いけど、私が行きたいのは天国じゃないの。ベヨネットの胸ばっかりチラチラ見てた。スケベなおっさん。なんだと。なぜそれを。くそ、ひどい目にあったぜ。山、フィンブルベトルはどっちだ。急がねえと。おい、坊主。まあいい、俺もグズグズしてられねえ。着地とはいかなかったみたいね、チェッシャ。
ばいぜ。早くフィンビルベトルに行かなけりゃ。行かなけりゃどうなるってんだ。俺は一体なぜあの山へ。な、頭が割れそうだ。でも俺はどうしてもあの山に。危ねえ。誰だ。おい、人に話があるなら顔くらい見せたらどうなんだ。なに、多少顔の作りが悪くても気にするなよ。俺よりイケてる男なんてそうはいないぜ。あの女はどこだ。あの女、なんだよ、やっぱりあいつのお客さんかよ。残念だが途中ではぐれちまったから、どこへ行ったかは知らねえ。まあ知っていても女を売るような真似はしないけどな。まあいい。子供をいじめるなんて大人のすることじゃないわね。子供じゃねえ。あら、いい男ね。坊やのお友達なの。記憶にねえな。どうやら狙いはあんたみたいだな。おかげでとんだとばっちりだぜ。お互い様でしょ。
坊や、無茶するわね。坊や、坊や、起きなさい。坊や、起きなさい。知らずのガキ相手に随分慌てるんだな。あんたこそ敵か味方かわからない私を随分気にかけてくれるのね。男ってのはそういうもんさ。確かに後先考えずに行動する男が私の友達にも一人いたの。そいつもきっといいやつだぜ。ちょっとスケベかもしれないけどな。さあ行こうぜ。水の大聖堂はもうすぐだ。よし、ここだな。魔界のさっきまでの奴らとは違うな。あんたの友達か。そのはずだけど今日はちょっとご機嫌が悪そうだわ。なぜ魔界の連中が私を。何か裏があるはずだ。例えばこの世界を司る力に異変が起きた。あんたは大丈夫そうね。行くわよ、ハイボ。このてっぺんで橋が架けられるはずだ。確かなの？へっ、どうかな。素直じゃないのね。あんたの言うことに嘘はない。女の勘でわかるわ。へっ、そんな漫画みたいなことがあるかよ。あんたに俺の何がわかるんだ。少なくとも昔の私と同じ境遇だってことはわかるわ。何？私もずっと記憶がなかった。思い出したのはつい最近よ。あんたも。そう、俺には全く記憶がねえ。ただ俺はあの山フィンブルベトルへ行かなくちゃならない。それだけだ、俺の記憶にあるのは。かわいそうに、坊や。ママが恋しいのね。そんなんじゃねえよ。行かなきゃいけないと思うならそれを信じるのよ。私はそうしたわ。ベヨネット。行くぞ。なんとなく覚えてる。え？
あんたは。お前はあの時の坊主？あら、二人とも知り合いなの？どうやってここまで？みんなに評判のこのルカ様は伊達に修羅場をくぐり抜けてきたわけじゃないんだぜ。言ったでしょ、後先考えずに行動する男がいるって。で、今回は何を調べてるの？まあ、いろいろな。例えば、早速うまい魚料理の店を見つけたぜ。イワシのムニエルが絶品だった。だけど一番のトピックはこのノアトゥーンに古くから残る言い伝え、その名もエーシルの伝説だ。エーシルの伝説？どんなおとぎ話なの？お前も無関係じゃないかもしれないぜ、ベヨネッタ。え？エーシルの伝説、それは世界の始まりに遡る。誰も知らない原初の世界、それがある争いが元で三つの世界に分かたれた。光と闇、そして混沌。その混沌の世界として誕生したのがこの人間界だ。やがて三つの世界にはそれぞれに統治者が誕生した。もちろんこの人間界にもな。その神の名はエーシル。エーシルは山の頂上から長きにわたって静かに下界を見守っていた。彼の観測が事象を確定し、観測あるがゆえに世界はその存在を認められた。つまり観測者たる彼の目は世界を創造する神の力そのものだったんだ。だが彼は自我を持たない未熟な人間たちを憂い、自らが持つ世界を司る力を二つに分け、それぞれを人間たちに委ねることにした。光の右目と闇の左目だ。エーシルの神の目を二者に分かれて持つことで、人間たちに選択の概念が生まれた。世界を確定する二つの目で、人間たちは自らの道を選び、自我に目覚めていったんだ。かくして我々人類は考える足となって偉大なる繁栄の大きな一歩を踏み出したのさ。神の目を受け継ぐ創造主として。その目、そう、すなわち賢者と魔女が司る世界の目だ。世界の目だが、その賢者の司る光の右目がこの世から永遠に失われた。最後の賢者の命と共に。世間を騒がせている天変地異は光の右目の消滅と関係があるのか、これからこの世界はどうなっちまうのか、俺はその真実を見届けたい。真実は常に一つ、それが俺の目指すもの。つまりあの霊峰フィンブルベトルだ。なぜそんなことがわかるの？調べはついてるのさ。なんたってこの素晴らしく寛大で色男のルカ様。ベネッタ乗れ。you
んな時に相手してる暇はねえ。余裕だぜ。あれを何とかすれば。行こうぜ。ええ。そんなこと言われたらますます連れて行きたくなるわ。私の用事のついでにね。さすがに首の交換はできないわよね。また失敗ですか。やはり人任せにするものではありません。私自身が動くより他ないようですね。あいつは一体。なんで俺だけ水の中に。ここはどこだ。山とは正反対の場所だってことは確かね。この場所見たことがある。あついに追い詰めたよ。君はこの世界にいちゃいけない存在なんだ。二つに分かれた僕たちが一つになるには君が消えるしかない。坊や、大丈夫？どうってことはねえ。それより見覚えがある。もしかしたらベヨネッタ、地獄はすぐそこかもな。え？
思い出してきたぜ、自分が何者なのか。そろそろタイムリミットか。間に合ったら奇跡だぜ、ベヨネッタ。早速お迎えが来たみたいよ。それで全力で。関係ない子にちょっかいを出してまで私の気を引きたいの？アンブラの魔女か。勘違いするな。関係ないのは貴様の方だ。何ですって？それで全力欲しいよね。欲しいよね。まだまだね。
これはまさか。ついに来たな、地獄の入り口に。これがゲイツオブヘル。こんな扉の奥へ会いに行くなんて、あんたの友達もろくなもんじゃねえな。そうね、私をかばって殺されて地獄に落ちるなんて本当にろくなもんじゃないわ。え？そういうろくでなしは嫌いじゃない。フィンブルベトルを後回しにして、こいつを開けるまで手伝ってやるぜ。あら、いいの？話を聞いちまったもんはしょうがねえだろ。またあの仮面野郎に襲われないか心配だしな。さあ行こうぜ。ついてきな。悪い子ね。ついてきな。解除にはこいつが必要なんだ。そいつを早く試そうぜ。
ぜ。一丁決めてやれ。地獄に落ちようなんて物好きはあんたぐらいだ、ベヨネッタ。そうかもね。さて、あんたのおもりも済んだようだし、これで俺はおさらばするぜ。待ちなさい、坊や。あんた一人じゃ危険よ。俺にも都合があるんだ。道案内は終わったし、あとは俺一人でフィンブルベトルへ。ダメよ。あんたみたいな子供を放っといたら心配で自分の仕事も手につかないわ。おいで、私の用事を済ませてから一緒にフィンブルベトルを食べる。おいおい、無茶言うなよ。どう考えても地獄へ行く方が物騒だろう。ろくでなしの友達によろしくな。もうよ。早速お出ましか。大事な仮面を台無しにしたのが、そんなに気に障ったのかよ。当然です、君の罪深さを考えればね、ロイ。何？誰だ？血を切るつもりだすか？しかし、君が記憶を失っても時に刻まれた記憶は決して失われることはありません。そうでしょう、ルーメンの賢者。待てよ、まさか俺を狙ってるのか。アークラの魔王、あなたの相手はこのワーシです。あなたにも返してもらわねばならないものがある。あなた、その目です。目？采配の者よ、子供とはいえ容赦せん。貴様が犯した罪、この顔を見ても忘れたというつもりか。記憶にねえな。それよりちゃんと口があるなら
自己紹介くらいしたらどうだ。狙うような奴らにくれてやるものは一つもないわ。いいでしょう。これはバナナに面白いものを見せて差し上げます。私の力、時空超越で。貴様たち、どういうことだ。魔女の反乱を止めるという話ではなかったのか。リホーダーエンタータミカスタスプリレオスイオホーローボースパオスエファンダーシーゾーエワンピーゾーオーナーデスワーズオーオーナーデパンシーザースオーオーナーデヒラタゲイジェンオーローラ。何をよまいごと。バルドル、やっぱりあなたじゃなかったのね。ああ、当たり前だ。我々は奴らにはめられたんだ。ローサ、いいから喋るな。必ず助けてやるからな。ローサ、しっかりしろ。もう20年も会ってなかったけど、ほら、あなたが私に送ってくれた愛の証も大切に。最後にあなたの顔が見られてよかった。ローサ、もういい。喋るな。こんな傷は私が。バルドル、あの子をお願い。セレッサ、成長したあの子を見たらきっと驚くわ。あの子こそ世界を受け継ぐもの。
ローサ、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 ローサ。流れが記憶した真実のビジョンです。デタラメよ。デタラメかどうか、その目で見てわからぬあなたでもないでしょう。闇の左目の所有者よ。計算が狂ったようですね。しかし、世界の目が我が手に戻るのは時間の問題です。
ったじゃねえか。まだこんなところにいたのか。ロダ、あんたまさか白馬の王子を気取って助けに来たわけじゃないでしょうね。助け？バカを言うな。お前がここでくたばるなら、その魂をありがたく頂戴するぜ。加減してやるから楽しく遊ぼうじゃ。そこに俺の獲物がいるようだ。ジャンヌもあそこに。おい待ちな。お前まさか横取りしようなんて言うんじゃ、うん、仕方ねえ。始末はお前に任せるが、獲物の魂まで消し飛ばすんじゃないぜ。もう悪い子ね。スサール・イオーラグバグレー・オーラグバベロン・デフドナスト・ガマタ・タストス・ドラ・ソーズ・ピー。友達を迎えに来たのよ。そろそろ門限の時間なの。ハロラ・クリア・アルム・コロンゾン・ムーア・クリップ・オー・クランザ・クワス・マドリーダ。Till Garth Reeves Agdmach and Gefa Zax Kotsp Old Und Uk Glin Babylon Apakna Niso Ninibon Lasti Founts Nunk Prinsar Nunk Vipuran Galvan Curis Tlasad Pi。これでも許してくれるの？それじゃあこの宮殿がなくなったらどうなるのかしら。アグザカナンフヒスウンブラコロンゾンツカサンナンフフボウンエランマダマバトフライニクマハイラスマダマバトフライナトバカツバゾルドウンフゾルンタバウンダム。あんたが人の恨みを買うような悪魔だったおかげで、あいつをおびき出せそうね。なりそうね。あんた本当に何をしたの？それで全力？欲しいわね。ニッチャリリメール。
と言っただろう。それにこんな奴を相手にしてる時間がある。ジャンヌ、ジャンヌ起きて、遅刻するわよ。ジャンヌ、時間よ、起きなさい。お願いジャンヌ、目を覚まして。ジャンヌ、セレスさん、おはようのキスが必要かしら。気の悪さは相変わらずね。ここは一体、セレス、まさか私を助けるために。無茶なこと。私のセリフよ。自分の体に戻るのよ。あとはゆっくり休んでいって。セレス、気をつけろ。何かが、世界に何かが起きようとしている。さあ、そんな心配はいいから、寄り道しないで帰るのよ。獲物が消し飛んじまうところだったぜ。こいつは俺の芸術品が泣いて欲しがるわけだぜ。欲しそうだ、たっぷり食らいな。まったく、ロマンティックなシーンが台無しだわ。なかなかいい色艶が出たぜ。威力の方は、まあ、説明する必要もねえがな。
大忙しだな。持って行きな。出来たてほやほやで生きがいいぜ。邪魔をするなら今度は容赦しない。話し合って済む雰囲気じゃなさそう。容赦なんかしたら次は仮面じゃ済まないわよ。アンブラの魔女よ、ベヨネッタと言ったな。最近はそんな風に呼ばれている。ベヨネッタ、お前は私が初めてこの手にかける魔女になるだろう。行くぞ、ルーメンの賢者の誇りにかけて。まだまだね。それで全力。私は許さない。奴だけは許さない。運命の誇りにかけて必ず息の根を止めてくれる。これは坊や。この場所は、いや、この時代はまさか。Thank you.
ここはもう陥落する。時計塔へ結集して全力で守るぞ。あなたは、お前。まだまだ。
とあの人が死亡するはずがない。狂ったぜ坊よ。迎えに来たぜ。どうやら500年前の過去に吹っ飛ばしちまったみたいだな。なんだ、もう気づいていたんですね。さすが闇の左目の所有者。あんた誰？そんなことより今ちょっと大事なところでね。一番厄介な魔女と賢者が残っていて、その二人を早いうちに始末しておきたいのです。二つに分かれた僕の力、世界の目を取り戻すためにね。何ですって？未来へ逃げた僕に力を渡すわけにはいかない。だから君に邪魔されたら困るのです。この方法が正しければ、この扉の向こうには。お前は！おい、しっかりしろ。何があったんだ？あんた、ルカって言ったな。お願いだ。俺をフィンブルベトルまで連れて行ってくれ。全て思い出したんだ。急がなきゃ。お前、どこかで手当てを。そんな時間はねえ。フィンブルベトル行かなければ世界が終わっちまう。俺とあいつは善と悪、あいつを野放しにしておくわけには。なんだと？こいつがあれば邪魔な奴らも近づけねえ。とっておきの切り札だ。頼んだ。はあ、おいおい、
女の子のお願いならいくらでも聞くが、ガキのお願いなんて冗談じゃないぜ。だが泣き虫な女の子のおもりよりはマシかもな。額の紋章、あれがあんたの仇よ。何？元の時代に戻るわよ。ここなら時間の扉を開けることができる。ここは戻ったわ、私の時代に。フィンブルベトルに行かなければ。そこに何が？わからない。ただ一つ言えるのは、かつて神が住んだと言われるあの山で世界の目が狙われているわ。世界の目が？だがここからどうやってその山まで？飛び降りるわよ。何？走って、ここから飛び降りるのよ。正気か？いつでも正気よ、私たちは。お前たちは魔女を舐めないでね。それより随分素直になったのね。私についてきてくれるな。それよりお前、なぜ私の名前を知っている？え？さっきあのローサって魔女が、あんたをそう呼んでいたじゃない。とにかく、これでフィンブルベトルまでひとっ飛びよ。そう簡単にはいかないようだぞ。あら、あの子たち、お互いにお友達になったのかしら。だったら私たちも仲良くしないとね。ひとまず休戦だ。
奴らを片付けるまではな。上出来、楽しいダンスパーティーになりそうね。準備はいいか。こんな目に遭うなら小さな女の子の子守の方がマシだぜ。だが迷わずここまで来られたのはこのお守りのおかげかな。よし着いたぜ。御所望の神殿だ。もっとも招待状はもらってねえから入れてもらえるかどうかはわからねえがな。間違えてるぜ、半人前。ようやく思い出してくれたようですね。半人前とは人聞きの悪い。今や力は全て私の手にあるのですよ。ただ一つ、采配の力を除いて。そうでしょう、残りカスさん。フィンブルベトルへ。光の右目の所有者ルーメンの賢者と闇の左目の所有者アンブラの魔女のお二人、これで全ての準備が整いましたね。来るなベオレッタ。バルドル、あなたの仇は目の前ですよ。さあどうぞ、なんなりとお好きにしてください。どうしたのですバルドル、好きにしろと言ったのですよ。自分の仇への怒りはそんなものなのですか。私たち二人はもともと一つの存在だが、この片割れが人間たちを自我に目覚めさせるなどと言って神の力を二つに分け、その時この身も二つに引き裂いたのです。そして我々はただの抜け殻となったはずでした。この片割れは世界のバランスを守るためにある力を自分に残していました。世界の目を自在に操る采配の力。しかし残念ながらこの片割れは一つだけ計算違いをしたようです。
それは人間たちの繁栄とともに膨れ上がった横島なる心の力、采配の力を持たない代わりに、私は人間たちが生んだ邪悪な心によってかつての神の力を取り戻したのです。あとはこの片割れが持つ采配の力のみ。500年前には住んでのところで取り逃がし、金が転生するのを待ちわびましたよ。今ついに全ての力が一つになる時が来ました。この私、本当の神エリシルは世界を司る力がね。それは片割れ、君の采配の力をわが手に返してもらいましょう。これで世界の目の采配は私の思うがままです。ではまず君の右目からいただきましょう。その肉体はただの器、そんな残りカスにはもう用はありませんよ。さあ次はあなたの番です。こいつのことは心配するな。好きなだけ暴れていいぜ、ベオレッタ。なんですあれは。ただのおせっかい焼きよ。頼んでもないのにいつもしゃしゃり出てくるの。神様にも予想できなかったかしら。アリを気にして歩く者などいませんよ。さあアンブラの魔女よ、返していただきましょうか。闇の左目を。やってみなさい、最愛の人の仇、絶対に許さないわよ。所詮は人間、いくら世界の目を所有するとはいえ神の力に勝てるわけがありません。あなたたち人間には過ぎた力です。返していただきますよ。ついに取り戻しました。このエーシルの世界を滑る力を。世界を観測し世界を作る世の数勢は全てこのエーシルが司るのです。人間よ、あなたたちに自我など必要ありません。あるのはこのエーシルの意志のみ。私が宇宙意志となるのです。人間は自分の意志でこの世界を作る。貴様の意志など必要ない。
コントロールこの人間らしい言葉です、そうやどれだけよく本命を守ってきたのですか。時に乱れ時に迷い、それでも我々は歩んできた。その人間の力を見せてやろう。ベルネット、さあ行くぞ。オーケぜ。本当に大丈夫か。言っておくが、俺の力は采配なんてチャチなもんじゃねえ。あの半人前に思い知らせてやるぜ。切り札は使い切ったんじゃなかったのか。切り札ってのは有利になった時に切るものさ。一体混沌の世を滑るこのエーシル様の本当の力は、全てを思いのままに滅ぼす力さ。そう、世界の目さえもな。何ですって坊主、そんなことをしたらこの世界は。これは賭けだ。世界が消えるか、それとも自ら道を作るか、それはあんたたち人間次第だ。もう一回すぐ。
なればやり直しです。時間を遡り新しい歴史の流れを作り直すとしましょう。やろう、肉体を捨てて逃げる気だ。別の時代に転生するぜ。何のつもりです。この私を吸収して正気でいられるとでも。逃がしはしない。この私の中に封印して無限の円環に閉じ込めてやる。おい、そいつは邪悪の象徴だ。あんたまで悪に染まっちまうぞ。構わん、悪ならば正すことができる。それが人間だ。バルダル！セネッサ、聞いてくれ。私の名前を。もしも私が道を踏み外すことがあったら、お前の手でこの私を。バルダル！セネッサ、一度でいい。私を父さんと。お父さん、ありがとう、セレッサ。私の愛する娘よ。お父さん！世界はまだなくなってないようだな、坊や。俺は信じてるぜ。人間たちが世界を作っていくことを。あんたはどうなるの？一休みするぜ。俺はもう必要ないしな。また会えるかしら。どうだか、またどこかに転生して運が良けりゃ会えるぜ。坊や、あんた。坊やじゃねえ、俺にはエーシル。いや、俺はロキだ。ガキ扱いするんじゃねえ。そう呼んであげるわ、あんたがまた一人前になって現れた時にね。お預けかよ。そうしておくか。約束があった方が再会を楽しみに待てるからな。あばよ、ベヨネット。またね、坊や。私のことセレッサって呼んでもいいのよ。セレッサって柄かよ。買い込むな。こんな時じゃないと買い物なんか楽しめないでしょ。そう、ちょうどこの通りで一番のお気に入りのドレスを台無しにされちゃったんだわ。やつらはいつも時と場所を選ばんからな。時と場所。
セレッサ、どうした？いいえ、なんでもないわ。気のせいよ。新年早々、俺だってな、暇じゃねえんだぞ。俺の店が潰れたらお前もネタ集めに困ることになるぜ。あれ、次は右だ。まったく、他に頼むやつがいるだろう。いつものあいつはどうしたんだ。ほんと仲がいいこと。さあ、次は靴を買いたいの。行きましょう。エンツ、いけない、エンツのこと忘れてたわ。どうりで姿を見ないと思ったら。どこに置いてきたんだ？確か飛行機で道案内させて、その後。冗談でしょ？どうなってやがるんだ！おーい！最悪、2番目にお気に入りのドレスまで。日頃の行いだな、セレッサ。たまにはエンゾンをおごっておったらどうだ。無駄口は後にしろ。さっさと片付けるぞ。やっぱり私たちにはこれがお似合いね。新年早々パーティーなんて最高だわ。レッツダンス、ボーイズ。